やな、かんやのラストオーダー。アット FM お聞きの皆さん、こんばんは。バスヤのシンガーソングライターのリオです。どうも。さて、4月23日や。もう4月もあと1週間ちゅうことは、平成があと1週間しかないちゅうことやね。え、まあこの時代の狭間にさ、こうやって番組をね、やらせてもらってるっていうことは、これなんかね、意味があるんじゃないかなって思う。そしてさ、来週の放送はなんと、まあこれ深夜放送ですからね、だから日付が変わったら令和元年の初日にはね、僕の番組リオの今夜のラストオーダーがやね、南々の元に届くわけや。このメモリアルさはないやろね。えちょっとさ、去年から考えて。去年クリスマスオンエアやったやろ、元旦オンエアやったやろ、そして私事やけども2月26日僕の誕生日オンエアやったやろ、そして4月30日やけど日付変わって5月1日令和元年初日がラストオーダーや。怖い怖い、なんかおるぞ、怖い怖い。というわけでスタジオライブでも届けましょうか。うん、せやからこの今週のオンエア聞いてくれてる方々ね、平成の最後にリオの弾き語りをね、アット FM で聞きたいと、この曲聞きたいっていうのをね、バシバシ送ってやってください。もちろん全部はできへんけどもな、あそっからいくつかチョイスさせてもらって、これでもかというね、ギター一本の弾き語り今回初やね、届けますんで、ぜひぜひメールお待ちしております。じゃあ今週もメール紹介していきましょう。ラジオネームともこさん、久しぶりにメールします。リオさんのホタルが大好きなともこです。春って若い頃は切なかったりときめきがあったりワクワクとかドキドキがあったんだけど、今はそういう感覚がなくなりました。リオさんはときめきを失ったことはありますか？そういう時はどうしましたか？もちろんリオかってときめき失います。なぜかというと、年を重ねれば重ねるほどいろんなことを知ってしまうからです。そうやろ、何も知らん時に人間はドキドキすんねん、うん、初めて会った人、初めて見る景色、初めて味わう経験にみんなはドキドキワクワクすんねん。そやからもう一回知ってしまったことは、もし二度目もうわすごいなと思うことはある、うわ嬉しいなと思うことはある。そやけど一度目以上のときめきはもう二度目からはないねん。いわばときめきってのは一回だけやねん。だから素敵やねん。うん、だからともこちゃんがもし今ときめきを失ってるって言うんやったら、俺は常にあるよ。なぜかって言ったら、俺はドキドキワクワクがなくなったら自分の知らないところに行くねん。そして自分の知らないものを見るねん。で自分の知らないものを聞いたり、もっと言うと自分の知らない誰かと会ってその人間とつながっていくねん。そうすると絶対にワクワクドキドキのときめきを失うことはないと思う。もう一回言うぞ、知らんことに人間はドキドキするね。それぜひぜひ理解しとって。あとな、もう一個言うたれんのはな、ワクワクドキドキしてた頃のことを思い出すね。そのためにワクワクドキドキしてた頃に聞いた音楽をもう一遍今聞いてみ、何回も何回も。ほな当時のなんかな見えてくるわ、景色とか、あとは当時よう行った場所とかにもう一遍なんか行ってみ。そうするとあの時はここでそやせや、あの日は雨が降っとったんやとかな、なんか当時のことを思い出すのもなんかねキュンとしてくる感覚あるから。まあでもそれよりもそやな、やっぱ知らんもんを探すことの方がいいと思います。ぜひぜひ、知らないことを知る旅に出てみてください。ラジオネーム新宿の女、いいね、いいラジオネームやね。ちょっと前のことですが、飲んだくれた後タクシーで帰るか、それとも終電で帰るか迷った挙句、節約のため電車を選択しました。新宿から乗って高円寺で降りるつもりが、ふと油断して眠ってしまい、気づいたら八王子でした。初めからタクシーに乗ってればこんなことにはならなかったのに、どうしても翌日が朝からの仕事だったので、とんでもないタクシー代を払って自宅へ戻りました。悔やんでも悔やみきれない、最近では一番の公開エピソードです。これは本当に公開エピソードだな。素敵な公開エピソード、新宿の女ありがとう。そうやよな、新宿から高円寺か、言うたらまあ2500円ぐらい、うん、まあ深夜でも3000円ぐらいやろ。でも八王子から高円寺言ったらまあ1万2、3000円コースやもんな。まあまあ
痛いなせやな。まあ俺もこういう経験あるし、これはまあ誰もがある経験やろな。あのね、俺もねやっぱこういう商売からねタクシー使わせていただくこと多いんだわ。なぜかというと人との打ち合わせっていうのはやっぱ夜が多かったりするんだわ。特に俺たちのようなねこう音楽とか映画とかやってる人間ってなんかね夜に会うことが多いんだわ。そうするとまあやっぱちょっとお酒が進みすぎて帰れなくなってねタクシー使わせてもらったりすることが多いねんけども、最近心がけてることがあんねん。あのな、先週も言ってんけど俺も最近健康診断でさ何ともなかったことがすごくすっきりしてすごく嬉しくって、全てをほどほどにしていこうと思ってんねん。ほいでなんとか電車で帰る癖をつけようと思ってんねん。もうあかん時はもうそれあかんで、もうすごく大事な人間と大事な時間を過ごしてる時はあかんねんけども、でもなんとか電車で帰る癖をつけようとしてんねん。そうするとお酒がほどほどになんねん。わかる？もうな、もうええわ今日タクシーで帰ろうって思ったらもうこれは気絶するまで飲めるやん。やろ、言うてること分かるでしょ。そうやね、もうタクシーで帰ろう思ったらもうどうなって もうみんなに連れて行かれて掘り込まれてね、住所言ったら届けてくれるわけやからね、これはちょっとした逃げやね。だから俺はね一つ今思ってんのは電車で帰る癖を作ることです。そうすると新宿の女ね、あなたのような、この後悔がなくなるんじゃないかなと思いますね。まあ何でもほどほどにしていきましょう。ラジオネーム北の南風さん、リオさんのゴールデンウィークのご予定はどんな風ですか。それを聞いてもどないすんねんとな。前もなんかこんなメール来たやろ、それを知ってどないすんねん。俺がゴールデンウィーク何してるかな、もう拾うも難しいわ。まあちょうどでもそやから新元号だろ、令和に変わって何やったっけ10連休やったかな、ものすごい大型連休が、やってくるんやろ。そんなにさ、俺最近思うの、そんなに休暇をもろてやることあるかな、ね、旅行とかもあるやろうけど、だけど旅行とかもやっぱ3泊4日ぐらいの限られた時間やから、時間を大事にしようと思って濃密にスケジュールを組んで充実した旅ができると思うんやけど、10日とかあってまうともうなんか逆にダラダラすると俺は思うねんけどな。ねえ、まあそれはまあ言うてもしゃあないことやねんけども、まああとね、俺たちはミュージシャンはゴールデンウィークとかっていうのはやっぱイベントとかお祭りとかフェスとかが多いかな。俺は多分ねちょっとまあ今見てみないと分からへんけども、横浜かな、横浜のイベントかななんかに出演させてもらうと思うんやけども、まあちょっと俺はね連休嫌いやわ。ほんで俺らがさ、そうやって現場に向かう時な、連休中はまた道が混むんやな。ほんで高速降りるやろ、下道も混んでんねん。で繁華街に行ったら繁華街も混んでんねん。そやから現場にな、普段やったら1時間で行けるのが3時間も4時間もかかってまうから、もう朝早起きせなあかんしね。ちょっと令和はね、なんか新しい時代はちょっとそういう大型連休なんかもねちょっと考えていってほしいよな。本当にまあそんなこと言ってもしゃあないねんけど、なんでこんなこと俺が言ってるかって言ったら、お前らしょうもないメール送ってくるか、しょうもない言うたら怒られるけども、北の南風分かってるよ、君は古い時から僕の番組を賑やかしてくれてる素敵な方やな、あいつもメール感謝してる。よっしゃ、じゃあ今週はこの楽曲からいってみましょうか。リオでリオエオンマエストロ。数えている。 まいだ。
イラが巷で噂のマエストロ、しっかり連れてってやるから。大勢と女ジャクマルがギョロ目を向けばもうどうにも止まらない。 You are my star、お届けしたのはリオでリオウェオンマエストロでした。アイナ、ガンガンメール紹介させてもらいましょうかね。ラジオネーム矢野組かっこリオ応援団、自称名古屋のリオさん応援団です。矢ごとライブはいけませんが、四日市ライブは必ず行きます。仲間たちとリオさんソングを聞きながら口を揃えてリオロスだと言ってます。リオロスね、もっと名古屋でのライブをお願いします。一度リオさんの弾き語りを見たいです。勝手にカバーをさせてもらってますと。リオロスな、なんかこの間も言われたな。俺は犬猫ちゃうっちゅうねん。リオカバーはね、嬉しいよな。結構ね、リオのカバーコピーやってくださってる方々多くて、でこういう時代やから、それをスマホとかで撮影して YouTube に載せてね、その URL を僕のオフィシャルサイトとかにくれて、ぜひご覧くださいとかって言って送ってくれるんやわ。で次回の時やっぱ見せてもらう。ほんなね、やっぱそのうまいこと特徴を捉えてるっていうか、捉えてる人もおれば全然違う方もおればね、もうそもそも歌詞すら間違ってる方とかさ、いろんな方々がおってね、面白いんやけども、一つねすごく面白いのが、例えば新しい町に行かせてもらうと、そしてリオがオラガ町にやってきてくれるんだぜって言って、みんなが盛り上がってくれてるわけで、その町には必ず一人ぐらいさ、ギターを弾いて弾き語りをできるさ方がいらっしゃるわけで、その人がまあリオのことを気に入ってくれて、みんなにちょっと聞いて、ちょっと今から歌うわって言って、俺の曲、例えば本当のことを聞かせてよとか、こう歌ってくれる、つながってるとか歌ってくれて、誰々ちゃんそれめちゃめちゃいい曲やん、オリジナルとか言われた時に、いや違うねん、これリオさんちゅってな、ブルース歌ってる人やねんけど、今度なオラガ町に来てくれんねん、みんなで応援しようって言うてくれて、本物くんのとかって言って、俺行かしてもらうわけ。ほんな最初みんなすんごい喜んでくれんねん、うわ本物が来た言うて。せやけどな、何が言いたいかそろそろ分かってきた。みんなな、俺のことを知ってくれてるんじゃなくて、そのな、俺のカバーをしてくれてるのをいつも聞いてるから、それを本物やと思ってるわけや。そやから俺のライブが始まって、よっしゃと俺気合い入ってガーンって1曲目やって、2曲目やって、ファーストステージが終わった時に客席行ったら、なんかリオさんちょっと本物と違うんですけど、俺が本物やっちゅうねん、俺がオリジナルやっちゅうねんちゅうな。こういう経験はな、ものすごくね過去にもあって、いや嬉しいことやねんで、そんだけ本当その地元のな、弾き語りできる方が、人前でね歌ってくれてるっていうのはものすごく嬉しいねんけども、まあびっくりするよな。だから CD も聴いてくれてるはずやから、まあ俺がね、いや本物やって言われてもええねんけども、言われねんな、なんかな、リオさんちょっと違うんです、俺が違うんちゃうっちゅうねんって、そいつが違うんやっちゅうねんちゅうな。まあ本当に、矢野組の皆さん、ぜひぜひまたリオのライブ遊びに来てやってください。カバーも楽しみにしてるからな。やったらぜひ、ね、こういう時代からさっきも言ったけども、動画ぜひぜひね、僕のオフィシャルの方まで送ってやってください。拝見します。ラジオネームボンクラ2号さん、ジムに通い始めました。いいね。トレーニング中にイヤホンでリオさんの小僧や路上を聞いてると、頑張らなきゃってパワーをもらえます。リオさんはトレーニング中に自分の曲を聞いたりしますか？聞きません。聞くわけないやろ、自分の曲聞きながらトレーニングするやつおるかな。中におるか。そいつは相当自分のこと好きすぎやろ。例えば新曲のデモな、デモテープを作ってそれを聴きながらとか、まあ、たまにあるかもしらんけども、まあ自分の曲を聴きながらトレーニングはせえへんし、あとな、これあんまりこんなに自分で言うもあれやけど、俺の曲聴きながらトレーニングあんまできへんと俺は思うんやけどな、まあ、小僧とか路上はな、まあビートあるからあれやけど、結構まあ俺の曲ってメッセージであったりさ、そのスローバラードが多いからね、ボンクラ君聞きな、俺は聞きながらはすごく嬉しいけど、じゃあ逆にさ、ボンクラ君、今度やウルムツキヨとか
チーク踊ろう聞きながらランニングしたり、パンプアップした後の感想をぜひ番組まで送ってやってください。お待ちしてます。ラジオネームおっちゃん来たね。おっちゃん来ました、リオさんお邪魔します。おっちゃんです。小沢ひとしさんの新シリーズ日本極道戦争を見ました。正直おっちゃんには怖すぎる内容やけど、エンドロールでリオさんの歌が流れた瞬間、なんか涙も流れてきました。この歌を歌ってる人が自分の投稿を読んでくれて、たまに褒めてくれたり覚えてもらってるって考えたら、なんかグッと嬉しくなって泣きました。おっちゃん世代のこの手の映画は高倉健さんや菅原文太さん、同世代の仲間たちは取り憑かれたかのように健さんや文太さんにハマって、みんなが同じような格好と喋り方をしてました。リオさんの音楽にもそれくらいの影響力があるとおっちゃん思います。人気映画だけじゃなく、いろんな世界でリオさんの曲を使ってほしい。おっちゃんめっちゃ期待してます。おっちゃんな、ほんま毎週こうやっておっちゃんがや、くれるメールね、俺すっごい嬉しいねんな。なんやろかな、愛があるとかさ、もうそういうことじゃないね。ちゃんと毎週聞いてくれてんねんなって、ちゃんとリオのことを見てくれてんねんなっていうな、その思いがすごく嬉しいんやわ。以前いただいたメールでさ、普段叱られてばっかりおってすごく病んでるんですっていうメールがあったと思うんやけど、俺その時に言ったはずなんだわ。叱られるも褒められるも一緒やでって、それは誰かが自分のことを見てくれてる証拠やでって俺多分言うたことあると思うね。誰も見てくれてなかったら褒められも叱られもせえへんからな。人間ってね、人間中が、リオが今一番何が怖いかって言ったら、人様に忘れられること、人様に見てもらえないことが一番俺はやっぱ怖いよ。これはきっと俺だけじゃないと思うよ。だからやっぱおっちゃんが毎週こうやってくれるメッセージ、ものすごくやっぱね嬉しいの。そしてやね、これちょっとねすごいよ。ラジオネーム次の人ね、次のラジオネームおっちゃんの隠れファンキーボー、キーボーさんな、来てはんねん。おっちゃんの隠れファンが出てきたやん。おっちゃんしっかり聞いてくれよ。公にしてしまったので隠れファンではなくなりましたが、おっちゃんのメールをいつも楽しみにしてる一人です。ラジオはパーソナリティの話術もさることながら、リスナーに支えられてこそ多くのリスナーがリオをうまいこと引き出してるな、助けられてるなと感心しています。おっちゃんともいつかどこかのリオライブでお会いできたらと思います。さて平成も終わるという時に、時勢に乗って私の小さな店でもペイペイを導入しました。キャッシュレス時代がなんとなく身近になってきたような気もしますが、まだ抵抗があります。しかしながら何でも最初はそうなんでしょうね。新しい言語の令和にしても、最初に耳にした時は意外な感じだったけど、少しずつ慣れてきてるし、実際に令和元年を迎えたらしっくりくるのかもしれません。こういうメールがね来たんですね。後半も素敵な内容やったけども、この前半俺ね、やっぱラジオやっとってよかったなと思うよな。おっちゃんのメールを読ませてもらい、そしておっちゃんがくれるメッセージに感動して、また新しい人間がこうやってメールを送ってくれた、つながってるよな。いや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 、もう本当に俺は嬉しいよね。だから変わらずね、おっちゃん送り続けてな。で希望さん、新しい言語、そうだな、そういうもんなんやろな。始まった時っちゅうのはやっぱり令和ってどう読んだらええんであったりや、なんかお札かんのなんやろうんぬんてしやけど、人間っちゅうのは面白い生き物で慣れてくんのよな。慣れてきたらもうあっちゅう間に平成っちゅうものもなんか少々薄れていきながら、令和っちゅうものが濃くなっていくんやろな。そやけども忘れんどこな、時にやっぱり思い出したい。俺は生まれが昭和52年、だから52年に生まれてやっぱ良かったと思うよ。昭和に生まれて良かったと思う。いい時代やったもん。そして平成に学べて良かったと思う。いい時代やったもん本当に。いやそらさ、いろんなことをさ、あれが悪い政治が何やらうんぬんでなっていくと、そらもういろんなところを叩けばさ、いろんなその悪いことは言えるけども、やっぱ俺ね、大事にしていきたいのは悪いとこをほじくり出すことよりもいいところを探していくこと。それは時代に対しても人間に対しても何に対しても、例えば嫌いな音楽があったとしても、
くそこの音楽全然俺には合えへんけど、せやけどどっか一個だけいいとこ探したろって思う生き方、この生き方ってのはものすごく人生を豊かにしてくれる気が俺はするから、なんかせっかくねこうやってもうあと1週間で平成が幕を閉じるわけやからさ、なんか新しい言語にね変わり新しい時代が始まった瞬間にさ、我々な、うん、我々リオのさラストオーダーでつながってる皆々はさ、いいものを探す癖をつけていこうぜ。おう、そういう日々を送っていったらな、きっと南々でな本当にいい豊かな時代をね、切り抜けていけるような気がします。では聞いてやってください、リオでシャドウ。時にはぐれたっていつもそばには待ち続ける君がいた。全てなくした許せない夜でも部屋に明かりを灯してさ、まるで覚めない夢のような変わらない明日を信じてたのに、なんでだか急ぎ出して壊れ始めた。にぎやかだった昼と夜、一人砂浜で影と戯れながら空の向こうの空を見て、遠い日々閉じた。たわいもないたわいもない願い、ただそこに変わらない君がいる。たわいもないたわいもない願いさ、振り向けば君がいる、ただそれだけな。お届けしたのはリオでシャドウでした。
アイナ・リオの今夜のラストオーダー、早いもんでもうお別れの時間です。さあさあ、ほんまにもうあと1週間で平成が終わってしまうな。なんかいろいろ感慨深いな。この1週間大事にしようぜ。みんなで約束しよう。ちょっと昔思い出してさ、なんか世話になった人間に手紙書こうぜ。で、手紙やぞ。メールあかんで。ソーシャルネットワークさともあかんで。はがきを出してさ、鉛筆削りで鉛筆削って、そして誰かに向けてたくさん書かなくていいよ。誰か一人思い浮かべて、この最後の1週間、自分が本当に可愛がってもらった人間、世話になった人間、しばらく顔を見てない人間、もう一度会いたい人間、誰かにさ、自分の思いを綴ろうぜ。これ1週間のうちにやれへん。俺もやってみるからさ。そしてまあ頭でも言ったけどね、来週4月30日オンエアね、時間変わってます。深夜番組ですから。だから令和元年の初日オンエアということで、リオがギターをスタジオに持ってきてスタジオライブをさせてもらおうと思いますんで、番組まであの曲が聴きたい、この曲が聴きたい、絶対にこの曲なんて弾き語りやったら不可能やろっていう曲とかも頑張ってやってみようと思いますんで、ぜひぜひ送ってやってください。そしてライブ告知ね、4月の27日もうすぐです。名古屋ヤゴとロゼッタストーンにて弾き語りやりますんで、ぜひぜひ遊びに来てやってください。とにかくこの1週間おのおの大事にしていこうな。まあただ言語が変わるだけ、ただ言語が変わるだけやから、これまでとこれからが何か変わることはない。そやけども一つの節目やから、そやから後悔せえへんように、この番組のな、本当にモットーやぞ、後悔せえへんようにありがとう言いたい人間にはありがとう伝えに行こう、そしてごめんなさい言う人間にはごめんなさい伝えて、そしてみんなでええ気持ちで、まっさらな気持ちで新言語を共に迎えて行こうぜ。 OK、 じゃあ最後はリオのさらばを聞きながらのお別れです。来週もこの場所であなたのラストオーダーお待ちしてます。お相手はバースデーのシンガーソングライターリオでした。ほなまた。たどり着いた日々の中にはいつか描いた夢などなくて、愛に飢えた乗らない家に今日も明日を案じてる。帰り道は遥か彼方、たまに心揺さぶられるけど、どうしても捨てきれない最後